かん、ここ良すぎる。おはようございます。今日は7月16日土曜日、旅の7日目です。昨日行った朝日岳の近くの白雲岳っていうところに今日は行こうと思います。白雲岳は友達が何人か行っていて、雪と緑のゼブラ模様が綺麗なところで、あとお花畑もすごい広がってるみたいな、すごいいいところって聞いていて、ずっと行ってみたいなって思っていたところです。今回の旅で出会った方々がおすすめしてくれる山の中で必ずこの白雲岳が入っていました。一人で行くんだったら元来た登山口に戻らないといけないんですけど、昨日途中で合流できた方とたまたま行き場所が一緒でした。なので今日は、私は歩くのが遅いので先に出発するんですけど、下山口は違うところに車を止めてくれるそうなので、ちょっとした重装をできることになりました。登山口を何時に出発するか連絡しますねって言ってたんですけど、ここが電波が入りませんでした。なので置き手紙みたいな感じですけど、レシートの裏に4時10分に出発しますって書いて、車のフロントガラスのところに置いてたら気づいてくれるかなと思って書いてみました。本当は今日から3連休なんで、人が多い時に登りたかったヒグマの巣窟である羅臼岳の方の天気はもうずっと雨マークだったんで、早々に諦めました。今日はこの白雲岳を一日楽しめたらいいなと思います。それでは行ってきます。置き手紙見えるかな。4時22分駐車場、結構車止まってた。駐車場からちょっと離れてるけど、登山口の隣にトイレもあります。これの奥、ありがといで、ここが登山口です。今日の予定は、今ここですごい魅力的第一花園っていうところを通って、赤岳を通ってこの白雲岳に行きます。一人だったらこう戻るんですけど、今日は途中で合流させてもらえるので、この緑岳っていうところを行って、大雪高原温泉っていうところに下山することになってます。4時26分登山開始です。びっくりする。今日もめっちゃ天気いいし気持ちいい朝や。このまま一日天気持ってほしいな。あれ、赤岳登山口、ここが登山口やった。すごい、また雲海や。毎日気持ちよすぎるんやけど、鳥もご機嫌さんやな。私もご機嫌やわ。もうチングルマいっぱい咲いて、あ、小桜ちゃんや。あれはね、エゾ小桜やった。めっちゃ今頃やけど。設計は慎重に。登りやすかった。よかった。
ちゃ綺麗。ショック気づいたら第一花園を過ぎてた。今ここが第二花園や。第一花園、まあちょっと花咲いてるとこあったもんな。第二花園は奥の平っていうところなんかな。でも正直なところ、昨日朝日岳の日本一の花畑見ちゃったから、これぐらいじゃそんな驚かへん。あれを見てなかったらこれで多分だいぶ時間取られると思う。今日は進んじゃうもんね。驚かへんって言ったけど、あの辺もずっとチン咲いてる。小桜ちゃんもこっち向いてんのが可愛いな。感動せえへんとか言いながら感動しちゃった結構長い間第二花園や。チンクルマとエゾコザクラの花園やな。終わったかな第二花園。何あそこ、岩に人立ってる。めっちゃいい場所や。おはようございます。おはようございます。駒草平。わあ、めっちゃ駒草咲いてるやん。駒草の群生見たことないんやな。なんて可愛い。あ、可愛い。あかん、ここ良すぎる。めっちゃ気持ちいい。景色もいいのにさ、お花もめっちゃ咲いててさ、こんなことってある？これが水マークついてたもんな。水場や。そうやミニとかでろ過して飲んだらいけるんかな。おー、小桜もう立ち止まったらあかん。進まなさすぎ。よし、もういい加減進む。ほんまに全然進まれへん。こんなにいろいろ咲いてるなんて最高すぎる。おお振り返ればまだ雲海やった。
もうすぐ赤岳なんかな。ちょっと開けたし。あれや、あのイガイガしてるやつや、多分。気持ちいい。今日も最高の一日。いいね。ああすごい、すごい景色。着いた。6時50分、赤岳、標高2078メートル、到着しました。よいしょ、イガイガの一番上に立ってみた。すごい景色。一周しました。あれが黒岳かな、であっちが朝日岳なんかな。これから向かうのはあっち。この景色を見ながら、あんまりご当地の食材見つけられへんけど、黒岳どら焼き、っていうのあったから、黒岳を見ながらどら焼き食べちゃうもんね。黒いどら焼き最高やな。曇りと雨予報の阿寒岳とかの方に行かんくてよかった。やっぱし晴れを求めて旅するのが一番。よし、そしたら7時7分白雲岳に向けて出発します。これは期待大、期待しかない。大地やな、北の大地を今歩いています。この道めっちゃいい。右を向けば大雪山。左は雲海と、なんやろこの山たちは。はあ、気持ちいい。北の大地に私一人、はあ、気持ちいいしかない。風もいいし、カラッとしてて湿度も低いから快適そのもの。あれが赤岳で歩いてきた道。なんかこういうだだっ広いところ見たら、ついすごろくだけを思い描いちゃう。しまった、今日はハイクティーじゃない。まあたまには違う服も着るけどさ。あ、なんか向こうにイガイガした山見えてきた。あれが白雲岳かな。多分方角的にはそうよな。あー、ゼブラ、ゼブラになってる。反対側も。
最後は岩場。よし、よし。よいしょ。はあ、あそこに山頂の標柱見えた。こっちが山頂やと思ってたら、奥にピークがあった。また開けたな。いいとこやな。この山頂付近も鳴きウサギの生息地って書いてあった。全然鳴き声聞こえへんけど、いるんかな。鳴きウサギは北海道にしかいないみたい。水の綺麗なところにしか住めないって、なんか昨日の朝日岳のロープウェイやったかな、かなんかで言ってた。もうそこが山頂かな。なんか標柱見える。8時10分、白雲岳、標高2229メートル、到着しました。すごい。ゼブラ。ちっちゃいんですね、緑。低いんや。あれかな。あれか、あの何やったっけ、高間ヶ原じゃないや、何やったっけ。北海道来てから、うん、お話しした人たちみんなが、うん、この先の縦走路がめっちゃいいんやって、うん、あ、高根ヶ原、それそれ、お花めっちゃ咲いてるし、とか言って。あんまり咲いてないね。うん、いっぱいになることあるんかな。着いた。10時ぴったり避難小屋に着きました。トイレもある。ちゃんとしたトイレや。携帯トイレブースじゃない。10時20分、避難小屋出発しました。
全然だってさっぱり降りてないよね。もう降りきるんですね、これで。全然降りた感じしない。で、100ぐらい登る。めっちゃガスってきた。緑岳。10時49分、緑岳、標高2019メートル。到着しました。ドア真っ白になっちゃった。よかった、白雲だけで景色見れて。うちん車ってさ、はい、草じゃないんやね。木なんやね。これ、うん、どの辺が木なんですか。これ木？木と草の違いは何やろ。ちゃんと茎が木やろ。あ、ほんまや。木です。それなんか特に木っぽい。でも大きくなんないの？木にな、うん、なめっちゃ、もうこれがマックス？小桜は草ですよね。うん、要は群生して一つの木なんか。根元の方はすごい木っぽいですね。うんうんうん、納得できた。木っぽさあった。小桜は完全に茎やもん、ね。低木なんですね。うん、へえ。でもここは小桜とコラボがいい。そうだね。うん、昨日はチングルマーって感じやったからめっちゃ綺麗、めっちゃ近いところで、あ、あったかい。あったかいね。うん、あ、めっちゃ立派な建物。あの辺？あれ？ある？Gの車？12時40分、大雪高原山荘の駐車場に下山しました。そして今から銀仙台の駐車場に車を取りに戻ります。車に戻ってきました。白雲岳、かなり良かったです。銀仙台から登ったらそんなに標高も上げなくていいし、疲れることなく広い大地をずっと歩きながらお花も楽しんでゼブラのところまでたどり着きました。もう最高、気持ちいいしかない山歩きでした。白雲岳からちょっと過ぎたあたりからはガスってきてしまったんで景色は楽しめなかったですけど、緑岳からの下山時に第二花園、第一花園っていうのがあって、そこで最後にお花が楽しめたのも良かったです。これからとりあえず層雲峡の温泉に入りに行こうと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。黒岳の湯、日帰り温泉に行ってみたいと思います。めっちゃさっぱりした。露天も内湯もサウナもあった。サウナは入ってないけど、いいお風呂やった。月曜の夜間は雷、火曜は晴れそう。岬巡りをリベンジするなら絶対に明日。4時間か。レブン、リベンジか。登山券、行ってみます。めっちゃ大きい。だって、どうしたら、手のひらこれやもん。めっちゃ大きい。びっくりした。こんなの、全然使って。あ、え？もう一枚いいですか？止まらないからね。すごい。明日の行き先に悩みすぎてどうしていいか分かれん。どこに行ったらいいんやろう。レブン島と
利尻島だけが天気良さそうなんで、礼文島の岬巡りコースがガス雨で残念だったんで、それを日帰りでリベンジしようと思います。その次の日は阿寒岳を狙っているので日帰りっていうことで、こっちに明日中に帰ってくるプランにしました。でもちょっと稚内までたどり着けそうにないので、途中で仮眠をすることにしました。また目覚ましを合わせて稚内に向かいたいと思います。それではおやすみなさい。